天上界。そこには世界中のユリを見守る優しい女神様がいます。女神様、どうしたんですか？アジュイよ、こんなんじゃ世界中のユリが干からびちゃうよ。はぁ、暑いのはみんな同じですから怠けないで働いてください。ほら、子供みたいにダダこねないで。暑い夏にぴったりの爽やかなユリの気配がしていますよ。え、どれどれ？ゆずき、今日も暑いな。アスカ、また飲み物たかりに来たの？そんなんじゃないぞ。どうだか、いつも部活前に補給しに来るじゃん、私のとこ。いや、本当に違うって。私はゆずきに会いに来ただけだし、飲み物はそのついでっていうか。そんな顔しないで、心配しなくてもわかってるから。はい、いつもの。いや、水以外で飲めるのってここだけだからさ。やっぱり飲み物目当てじゃん。まあ、アスカの顔見られるのは私も嬉しいけどさ。え？最後なんて？なんでもない。双子ちゃんたちは元気？初詣以来会ってないけど。元気すぎるくらいだよ。ゆずきにまた会いたいって言ってたぜ。そのうち何か作って持っていくよ。ありがとな。きっとあいつらも喜ぶよ。育ち盛りだからさ、腹いっぱい食べさせてやりてえんだけど。アスカだって育ち盛りでしょ。お姉ちゃんしてて偉いね。いや、バイト禁止じゃなかったらよかったんだけどな。サッカー推薦でこの学校来てるやつが何言ってんの。ジュースくらい支援するって。サンキュー。やっぱりゆずきは頼りになるわ。別に幼馴染なんだから当たり前だし。あ、そういえば気になってたんだけどさ。何よ。いや、ゆずきからもらう飲み物っていつもすごく甘いなって思って。これなんてジンジャーエールなのに甘いんだぜ。アスカっていつも汗かいてるし、塩気が混ざって甘く感じるんじゃない？鈍感。そっか、トマトに塩みたいな感じか。その例えはわからないけれど、きっとそうね。でもそれだけじゃない気がする。は？なんかゆずきの優しさの甘さって感じ。何それ、バカじゃないの？やっぱりゆずきさんのとこにいた。アスカ、部活行くよ。ジンジャーエール、サンキューな。アスカ。ん？なんでもない。熱中症には気をつけてね。あん。鈍感、バカ、バカアスカ。優しさの甘さ。神様、暑さは吹き飛びましたか？ええ、もちろんよ。ジンジャーエールのように爽やかな青春だったわね。今回のユリポイントは、まずゆずきちゃんのツンデレ乙女な行動ですね。わざわざアスカちゃんのために飲み物を用意して、甘いリップをさりげなくつけてアピールして、それなのにそっけない態度で接して、恋する乙女の複雑な感情が見えました。そんなゆずきちゃんをドキッとさせるアスカちゃんの素直な言動、部活仲間からもいつもゆずきちゃんのところにいると思われてる大型犬っぽさが実に良かった。家庭の事情なんかもちらりと見えて応援したくなりました。うんうん、その通りね。とにかく女神様が満足されたようで良かったです。私たちも水分補給を忘れないようにしましょう。そうね、体調管理は大事だものね。
嫌でなければいただきます。うん、まあ、甘い。チャンネル登録お願いします。いいねをね。